どうもロプノスです。今日は J1 第、8節なんだっけ、京都サンガ戦とルヴァンカップの京都サンガ戦進めていこうと思います。石井が怪我してるのでクラタ入れます。待って、みんなが見た宇佐美隆くんはまだ帰ってこれないので、ちょっとね申し訳ないですけど、ということで試合進んでいきましょう。もうね、連続撮り、前々回の動画と前回の動画でも言った通り連続撮りなんで、もうちょっとね、どんどん声が疲れてきていると感じるかもしれないですよ。許してください。ちょっと待って、加速しよう。うわ、パトリックいいんじゃん。現実で食らった恩返しゴールをこのシリーズで食らわないことを祈って。うわっと、捉える。もっとボールを大事にして。とっ、お、チャンス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 、切り返してもいい。ハンダに下げてもう一回。よし、よし、せいせいせい。ラビー、もう一回行こうか。ラビー、もう一回行こうか。ラビー、豊川なんかやられないので、元セレッサなんだからこいつは。やばいぞ。EAT にやられてしまった。なんという、くそ、去年まで自分たちが使ってた兵器を、このヘディング、やられるか。まずいな、連敗止めたいぞ、ここで。ウーバンからの連敗をどうにかてくれ。いやー、サークルか。いい、ちょっとこうなってくると戦術変えていかなきゃいけないかもな。序盤は調子よかったから戦術そのままにしないよ。次は終わるかないね。アーナリコ追っていいよ。うまい、うまい。ある、中、メシのウィングの獲得がキュームでございます。まずい、ナイスキーパー。谷だ、この谷もね、夏にはいなくなっちゃうんで、東口をそろそろ出した方がいいのかもなとか思いつつ、ルヴァンは東出そうかな。次の京都戦はちょっとまずいな、戦術変えていかなきゃいけないのかもしれない。フォーメーションは極力変えたくないし、戦術もできればツーラインを通したいんだけど、ちょっと厳しいようであれば何かしらの対策が必要かもしれない。失点がちょっと多いね。前半終了1対0。後半違い見せてほしい。全くその通りだ。さあ、コーナー、ジェバーリー欲しい。ファインセーブって書いてあった。マネージャーと、うわー、あるんじゃないこれ。ポスト
このチームのポスト当てる率が高すぎる。素晴らしいセーブすんじゃないよ、もう何回止めんだよキーパー。下のね実況見てもらえばあのハイライトじゃなくて海裏うますぎる。お前フォワードにコンバートすっか。うますぎるぞ今のシュート。本当にもうこれ決めると思わなかったわ。またポストだし。でもいいね、この下の字幕見てるとこのハイライト中じゃなくても大体の展開が分かるという踏み試合だという、ね、みんなも、ハイライト中じゃないときは、ね、下の字幕をしっかり、ね、あのどんな展開なのかいっぱい見てください。さあファンアラードいいよ、もうすぐ逆転 しちゃおう。なるほどなるほど。いや PAT こいつはフィジカルが強えんだ。よしよしよし、ちょっと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 、オーラの同点。ちょっととんでもない失点で治り込んでしまってたけど、同点バラーノ。やっぱこのサイドバックが中に入ることによって生まれるサイドのスペース有効活用できたらこういうチャンスが生まれてくるんだよね。さあこの勢いで逆転してほしいな。シュート21本も打ってんだぞ。お前ら10本に1本しか決めれないのかシュートなあ。枠内5本に1本にしか、5本に1本しか決めれないのかお前らは。サハナリックがちょっとボール持ってたし、一旦ちょっと交代させて。クラタボランチ試しまーす。もうサポートでちょっと前目前目に。顔は、ウィングバックで、攻撃的にいきますよ。よし、そうしよう。ちょっと変えてみます。これでもしよかったらねハンナのポジションも危ういぞ。ただその前に、おお来た杉山ゴール。あいえシュートゾーンにゴールって言っちゃったよ。いやオフサイドないよこれは。そんなにない、そんなにないっていうかないないないノーサイド。いやー来た、この時間のこの点はでけえ、マジで。この点はでけえよ。これナイスクロスだね、これ。逆サイド見えなかったから、ジェバリに出したクソパスかと思ったら、まさかのファーサイドに待ってたら杉山。おぉ、このままいけ、おぉ、おぉ、なんか一人やられるって。もう大丈夫か。おぉ、すごい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 。でそういうパスミス減らしてって、ジェバリー4点目、4対2。ちょっとメンタリティーを極めて守備的にします。あと守りにしっかり中点を置いてしっかり守り切ってほしいんで、サイドバックもしっかり守備、
ウィングバックの守備で行こう。よし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 。さあ、試合終了、まだか、終わったー。4対2。なんとか勝ち。最高だよ、もう。逆転なんだから。うん。いやー、オッケー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 。名古屋に食らいついてます。まだ未だ。勝ち点差1だから大丈夫。あ、そして、山田浩太 C。現在能力は2位らしいです。そうなんだよね。知らなかったわ。数字特馬、星3。やばいね。7.5 億はちょっとまずいね。うん。さあ、陸松だ。安い。これは取っていい。2.5 あるし、そうだね。2.5 あるもんね。さあ、そして、山下亮太。ああ、いいじゃん。いい。すごい。安いしね。420万円取れんの。岸本健は ?2.5。いいね。坂は ?2。でも、あのね、こうやって見るとガンもすごいいい補強してんだな。ということで、ちょっと時間、やばいけど、ルヴァンカップ、どうしよう。パパパって、飛ばしちゃっていいですかね、ルヴァンカップ。ちょっと申し訳ないけど。そうだ。カット、めちゃめちゃ挟みます。それでいこう。あの、いつも動画18分くらいになってるか。じゃあいいや。うん。まあ、さっきみたいにね、あの、すごい長い試合にはな、おっと、いきなり？さっきみたいに長い試合にはならないことを祈る。さあ、メッシの。こぼれ。まだある。打っていいぞ。ポスト、またポスト。またポスト。ポスター帝グランプリだったら優勝ですよ、このチーム。徹底力。どうしようね。やめてお前ら何回バトリックに決められんだよ。去年までチームメイトだろ。分かってるだろ。あいつがやばいってこと。まずいぞ、これ。これね、あの、三冠とか言って、あの、ルヴァンカップ、リーグで敗退したらもう、その時点でこの、シリーズはね、終わっちゃうんですよ。ちょっとまずいな。なんでそんなに失点するんだ。ちょっとメンタリティがね、攻撃的なのが悪いかも。積極的に変更して、ちょっとしっかり守って攻めよう。ちょっとお願いな。この企画を潰すのはやめてくれ。頼む。シリーズを終わらせるのはやめてくれ。もう、ホタルの光が聞こえてきそうな展開になって、ルヴァンカップ落とすってマジ？現実でも落としてないぞ、ルヴァンカップ。グループリーグは。頼む。山見。アラーノ。いいよ。もう自分で打っちゃえ。なんでそんなシュートになる。本当にね、シュートが下手すぎるよ、みんな。本数とね、得点数の割合がね、多分合ってない。あとでちょっと、あの、シュート練習ばっかさせる。だからね、あの、そこら辺から打つのはね、すごいいいところが、系だと思ったけどね、枠に入れてほしい、せめて。キーパーに取られてもいいからさ。じゃないと始まらない。枠外は何も起こらない。枠内だったら何か起こるかもしれない。キーパーが取りミスしたり弾いたりとか。
別は、いやーまずいぞこれ。よかった相手も同じで、ちょっとなんか戦術変更しないときついかもなこれ。あ、違えた。そっか。ちょっと疲れてる選手は早めに交代させます。これちょっときついぞ。順位確認しますね。いやいや、まだか残ってるぞ。残る可能性、いやちょっときついですねこれ。勝ってくれ、せめて引き上げてくれ。1点2点取り返そう。さあグラタシュー、グラタシュどうにか山乗りしてるわ。あ、もう全部使ってんだった。そうだった、もうこれ以上固定できないんだ。三浦、おっと、もうあの極めて個人的にいこう。もう一か八か、もうねこの試合負けたらもうルパン敗退と思っていいよお前ら。調子もう行こう、全員で行こう。もうガンプレして、もうガン上がりして、もう前に。クソ、はっきり言ってクソだお前らは。いや、もう。マジか。いや、まずい。ルヴァンカップの敗退が見えてきたところで、ハッシュタグ、10、終わります。本当に、申し訳ない。次回は、横浜FCとの試合、やっていこうと思います。では、次の動画でお会いしましょう。さよなら。